こんばんは。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 はい。こんばんは。 雲元気だってどっかに消え去りました。さよなら雲さん。出会えてよかった。ミニオン。バランス付けをせてるえなんか見ました。なんなんあれ。なんか眉毛にバランス付けている人が二人ほどいたんですけど、なんなんですかあれは。こんばんは。 雲はもういいです。雲廃止はもう終わりです。緑の日。明日は子どもの日や。今日は緑の日か。えー、眉毛あわられてる。眉毛あわられてる。伊藤さん発祥なんやばいね。やばいやばい。変故やん、変故。 ハートありがとうございます鼻かゆい <laughs> 鼻かゆいってバラないですよあんな家にあるもん普通ないんですけど私にまあなあったらもうそれはもちろんもうおでこ全出しにしてもう眉毛につけちゃいますけどそうないので あおらないでくださいバランあおらないでくださいハートありがとうございます100個やばいってあおられてるってなんか忘れてません緑の日ですよ <laughs> 煽られてるって今日はね何してたかというとレッツステイホームしてたのでしてましたまた楽しみにしててくださいいつか乗るので そうなんかねバランをこの眉毛につける変な子が10期生にいるらしくてそうだから煽られてるんですないですねバランは家に一つも一つもないですバラン煽るなあんに <laughs> 全員バラン煽るな <laughs> ハラスントですよバラハラですよバラハラハするな1 0 k 全員つけなあかんって言ってたってやばいって順番回ってくるやんバランの子友達なん友達じゃないんですか友達だったはずです友達だったはずちょっとないですね似合うとかないからなあれに似合うとかないからな バラスメント、バラスメントすなバラスメントすなバラありがとうございますハートもありがとうございますバランリレーやめやそんなお家配信リレーみたいになってるってバランリレーいやいやいやもうやばいからもうやばいからまずおでこを出す出さないから事務所 NG なんでおでこすみません バランの友情ってあると思ってます聞いたことないな聞いたことないなギフトにバラン欲しいなバラにうんつけたらバランやバラありがとうございますあそうバランっていうのはね弁当にお弁当のやつとかに入ってるやつですなんかショールーム始めたら前髪の調子悪くなるのは何なんですかなん,なん 事務所に聞いたらおでこ出していいって言ってたいやいや私おでこ NG なんでほんと申し訳ないですねバランの儀式 <laughs> 歌おうかバランの儀式おでこに何か彫ってある彫ってはないですけど嫌いなのです自分のおでこクローバーありがとうございますバラって言い,いそうだったクローバーありがとうございますほんまに何な,なんあれマジ で、今2人や,やってるやんで他の子がやり始めたらちょっと考えるわそうそう,そう,いうそういうことにするまだだって2人しかしてないからそんなに流されちゃあかんおでこ解禁はいつだ昇格した頃におでこ解禁しようかと一応考えるそう一応な3人誰だと1人バラありがとうございますえ誰なん誰なん 他のルーム行って煽ってこいよダメです私以外は煽っちゃダメですよほんまにかのんちゃんもやってたんやばいやんじゃあ半分以上がやり始めたら庶民みくるちゃんとか絶対やらんからかのんちゃんやってたんや変子かってハートありがとうございますぬいぐるみにもしてたよぬいぐるみな,ならねいやみんなやりそうやけど みんなやりそういけどいかのんちゃんノリノリやったかわいいかよかわいいかよまあ半分以上やったらやりますてかないからまずバランとかないからリカピんはすでに煽ったそんな煽りまくってちゃダメですよコメント欄であみずきちゃんはやらないわみずきちゃんはやらない いやあったらないからそうそうそうないからここはね否定しとかないとたまにはバラン送ってあげるよいらんわいらんわゴミやんゴミ早いものがみずきちゃんはやらないでほしい分かる気がするそれはうんなんかプレゼントでバランいらんからな ほんまになんかそういうねまだ3人やからまだ3人やからまだ大丈夫ないからバランやばい頭痛いん、うん、なんかバラン欲しいとかいらないです箱でプレゼントいらないですあれって何でつけてるん思ったんやけど 何でつけてる何をつけてるんですか石井さんはやりませんでしたでしょうねでしょうねやらなくていいんよなそうそうやらなくていい、うん、こんばんはだってこんばんは両面テープテープ眉毛抜けるって眉毛抜けるやんほな。貴重な眉毛がなくなる 両面テープはやべえ両面テープはやべえわ眉毛抜けちゃいます私よいしょいや怖いな,なんかあと2人ぐらいやりそうなのが <laughs> やりそうなのが怖いですいや眉毛って大事じゃないですか そう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 。眉毛抜いてほしいとは嬉しい眉毛抜いてた嬉しい抜きたくないですそう眉毛今ギリギリ見えるからさ今日雲登場ないです今日はこの子だけです眉毛剃る配信いややんバラありがとうございます 本当はやりたいんでしょや,ってやばいって煽られてるって持ってないから持ってないからそうそうそうなんほんま緑のヒートんや眉毛が見えるうん 眉毛なんてて飾りややって髪の毛も飾りや前髪緑の日ねなんかないかな緑のもの緑のものないかなないですね緑のものないですね私はうーん あ付箋ならあるで緑の付箋ならあるけどちょっとできないわ今日は今は前髪の調子が悪くて涙でしうサイリウム振ってるようだって確かに緑なんだこれしかないです緑はやらないからマジやらないとあと緑のペンぐらいしかない ちゃんと用意してるやんちゃんはたまたまやたまたま緑のモケケはありますよ二匹ぐらいしかないかな緑はしかないですねちょっとモケケモケケあるかなちっちゃいから緑しかない ないね、緑意外とないねないわないわじゃ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 バランの代用を探したわけじゃなくてなんかないかなっていう「ハート100個ありがとうございます」「こんばんは最近かわいいですねだってありがとうございます最近とは <laughs> ?」 これはネルですこの子はハサミないんですよここの部屋残念ながらバランにはできませんみくるちゃんバランつけるつけそう絶対つけへんやろみくるちゃんはつけへんやろつけへんやろなんもないよな今今なんもないよ いやいやそのままでいいよじゃない私あのちょっとね眉毛はちょっとね無理なのでな可か,かわいそうやからもう交渉したらんといてみくるちゃんにもかわいそうやからハサミないねんなこの部屋私おでこ出せないんですよねハサミないかな 誰「誰よりもスーパーで買ってこないってわざわざバランのためにわざわざ,わざわざ買いに行くさすがにみずきちゃんがつけたらさすがにやるけどつけないから安心してみずきちゃんはつけない。 もうミオが言うバラありがとうございますほんまにいつもと違うことって何したの今日はいろんなことしました今日はもう忙しい忙しいプレゼントにバラーンやていらんかったないらんかった条件交渉にするわじゃんそうそうそう みずきちゃんがつけたらつけるけど、まあ、みずきちゃんはつけないのでまずバランある時点でやばいけどな普通ないからなバランなんか普通ないからえしかも見てちっちゃい付箋もあるどんだけ付箋あんねんって付箋ってさ買うけど使わんよな 勉強でもなんかさ使ってるやんみんなだから憧れて買うねんけど使わんっていうめっちゃ付箋あんねんけど、ね、すごいこんな何なんもない部屋に付箋だけはめっちゃあるっていうあバランバラン言うからバラ投げたってありがとうございますバラン選抜があったらもちろんつけるけどバラン選抜ね余るよな付箋ってなんか。 あんま使わんのよなそう使わんけど買ってみたいっていうあのみんな使ってるから買ってみたい,いねああ会社社会人の方なら使わんのかな分かんないでもたまに勉強でバリバリ付箋貼ってる人おるやんああいうのに憧れててんけどあミクラはつけなさそうもちろんでしょうねそうそうそうも,うもういらんことすんない,いらんことすんない 使う分だけ買おうな間違いないもうな使わんけど買っちゃうのよしかも安いからバランバランじゃない <laughs> なんだっけこれ付箋百0 0円やし間違えたって使い道できたよ違うね違うね。使わんねん。ちやばいやばい,やばい前髪がいや付箋使う人は使うんやな。なんか使い方が難しいというかね この髪の毛が気になってるけどちょっと待ってくださいえーっここの前髪が気になります <laughs> まあいっか誰も気にしてないえっ気になるの見てなんか出てる 前髪が気になってもう喋れない空前のバランブームやばいやんバラン流行りだすってすっごい気になるんですけど助けてくださいあのあれ欲しいねあのあれよあれわかるあれ ワックス的なやつが欲しいえー、気になるぴえん抜けない痛い痛いめっちゃ痛いこれ絶対抜けないぴえんぴえんぴえんあーあれねって分かったあれ分かった <laughs> あれなんですけどいやー持ってきたよかったメイクポーチを上に持ってくるか持ってこないかすっごい迷ってやめたんですよあなくなったどっか行ったんですけどええ買った なくなったな買った前髪命ですかだって命ではないけど大事ですとてもそう気にしてるけど気にしてるけど気にしてないけど気にしてる常にクシと前髪を持ち歩いてます前髪は <laughs> いつも持ち歩いてます <laughs> いいねありがとうございます 今日は何縛りですかって何縛りがいいです何縛りがいいです前髪オープンは不可ですか不可です即答で不可ですいやなくなった嬉しい前髪をね短く切ってからねいい前髪なった誰もありがとうございます いつになったら前髪オープンします予定はないですす前髪オープンする予定はないですけどそうよく「おでこ出して」とか言われるんですけど「真ん中分けが見たい」だってレッスンで踊った時とかはすごい真ん中分けになってるのでよかったらレッスンを想像してください手首縛り違う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 ,違うその縛りじゃないからな関西弁縛りとかあるやん レッスンに招待してくださいえ招待型のレッスンで招待型やったっけどうしよっかなそう想像でそう,こう寝る前とかにみおちゃんがレッスンしてますあ前髪が割れてるなみたいな感じでお願いします何枚出せばおこ出してくれますかいやいや出さないですよもちろん出さないです。そう前髪はねちょっとあげれないけど ドキュメントにそのシーンありますかさあどうでしょうどうでしょうドキュメンタリー後頭部見たいだってすごいね後頭部好きなん後頭部好きですかよくさこう横顔見せてくださいとか言われるんですけど好きなんですかね分かんないあ待ってやめてサボってる絵しか浮かばないだっていやいや超真面目にレッスンしてますやめてくださいよほんまに ドキュメンタリー楽しみだっておー6日ですね10期のドキュメンタリーはすごいねたまになんか「エコパ」のやつとか見たら泣きそうになるなんか夢やったんかなーみたいなあれはもう現実じゃないんかと思って今日泣きそうになったなんか夢みたいほんまに一瞬でサボってるんですか違うわ 聞いてみ聞いてみ他の10期の子にみおちゃんは超頑張ってますってみんな言うから聞いてみてくださいほんまにレッスンサボったりなんかしないよね「内緒だよね」じゃない違う違う違う内緒とかじゃないサボってへんから内緒じゃないよなそうそう,そうサボってないです私は本当にみんな みんな真面目にレッスンしてますよ本当ですよ口止めしてるやしてへんわ <laughs> 何,何,何円か払って口止めするっていう誰もサボってないですみんな頑張ってますチョコ振り回してると聞いたそれレッスン中じゃないですよねそれはレッスン中じゃない時にチョコ振り回してあ、チョコ持った頭振り回してるって ほんまにサボってないのでほんまにおかしいやろおかしいおかしい秘密とかじゃないもん違う違う違う口止めしてへんしてへんチョコ振り回したことはないです今まで中学の時に揚げパンなら振り回したことあるけどほんまに誰得の口止めよ サボんないです,サボんないですほんまにサボんないですよもうね今日も疲れたーっつって家帰ってご飯なーいってなってあーっつって野菜食べてますハートありがとうございます先生いる前でチョコ持って青バラ踊ってたらやばいって先生の前ではそれは踊んないですけどレッスンの先生 <laughs> けどまあまあまあ休憩とかね休みの時とかそうそうそう「ハート100個ありがとうございます」<laughs>「年少組はチョコでいいけど大人組は何を払って口止めしてんの?」何を配って口止めしてんの年少組でもチョコ無理よ いやおかしいからな勝手になサボってる説出さんとってや今の何だろう <laughs> 気にしないで隣か隣か前の家ぐらいですいや大阪怖いとかじゃないんよなどっかの家気に,気にせず気にせず気にせず治安悪くないですよもうとても素晴らしい街に住んでおります私 もうねそこら辺には優しい人が歩き回って可愛い人が歩き回ってみたいな素敵な町に住んでます窓開けてるんですよドアあの網戸にしててだからうるさいんだと思うそこまで言うとうくさいだって <laughs> ほんまにねすごいいい町ですよはーい活気あふれててはーいそうですそうです コメ欄の治安はまあマシじゃないですかまだそうたまにね他のメンバー見るんですけどまだマシな方だと思います叫び返そうあかんわそれそう同じことで返しちゃダメあの間違えて消しちゃいましたごめんなさい間違えて消しちゃいましたこれめっちゃやっちゃうんですよね お前叫び返してたらさすがに笑うやろもういつもやってると思われるやばいめっちゃ頭痛い頭痛い本当にいい町なんで気にしないでくださいそういう日もあるやんたまには体調悪い日あるやんみんなそんな感じよそんな感じだからあんまり気にせず大丈夫大丈夫トンデ,デ,デ,デ ありがとうございますなんかないかなナイスフォローあざまそうみんな一日ぐらい体調悪い日あるやんそういう感じよあ明日したかモチの日なん言われへん日ったあしたの日なん食べたい食べれるならおもち好きなんですよね私だから食べれるならすごい食べたいですけど食べれるのか いいな柏餅単語の節句読めるのすごいやろうすごいやろう柏餅ありがとうございます美桜ちゃん見たら体調良くなる天才やん私やばいなん優ちゃん体調崩したほんま大丈夫 ハートありがとうございますかしわもちもありがとうございます4個食べたマジ私も4個食べたいえ、発音変ですか単語のセックか単語のセック単語のセックあー単語の単語じゃなくて単語ってことね単語なるほどハートありがとうございますかしわもちありがとうございます和菓子めっちゃ好きなんですよねそうそう和菓子大好き え、マジで体調不良本気大丈夫かなうんあんこしんどない全然あんこしんどくないんです和菓子がね好きなんですよねあ待ってやばいバレー懐かしい見て「吸気オーディション」 十四番こんなん置いてたんやねすごい何も探してないですなんかあるかなと思ってかしわぼちゃありがとうございますいいよいいよ懐かしくてやばい逆にそれしか出てこへん。こんなん置いてるんやな 懐かしいね。何かないかなと思ったんですけど。S.K. ので打てるよ打ける余計なのっておかしいやん。今もう受けたんよな。住所移りそうやって大丈夫です。書いてないです。住所書いてないです。可愛い,い友達紹介してえ私だったらダメですか？ あ、柏餅ありがとうございますこれなに、うんうん、待って待って待って候補生じゃないから待って待って待って十一期生で待ってるよじゃないよ違うよ、おかしいよみんなおかしいですよみんなおかしいですよ はい。なんかないかねイオンの頃幼かった確かにめっちゃハートありがとうございますなおかしいやん絶対好きになってほしいもうなったんよなもうなったんです歌唱審査頑張ってるじゃないみんな戻ってるよあのみんな記憶戻っちゃってるよ よく戻っっちゃってるハートありがとうございますす期で尊敬する先輩はあれおかしいな私10期生じゃなかったかなおかしいなみんなもうバックトゥー・フューチャーしちゃってるのよねショールーム審査じゃないんで落ち着いてください本当に全然ショールーム審査でもなんでもないですね気にせず気にせずほんまにおかしいよほんまに。 今ねちなみに2020年でねもう受かってるんですよねみんな戻ってるよ記憶あの戻っておいでほんまに2020年に戻ってきてみんな一月一月投票頑張らんでいい何頑張んねん何頑張んねんそれ解き戻さんくていいからちょ一回戻っておいで現代にお菓子お菓子 本当に受かってるんやほら受かっとるわ受かっとるわ書いとるやんもうここに書いてるやんもう研究生って書いとるやばいやんこんなハラスメントもあるんそんなハラスメントあるいやおかしいからないやおかしいから今ないんじゃな、ね、いもう何も競ってへん今今何も競ってへんいやおかしいおかしいじゃ一回戻ってこようほんま一回戻ってこい ハートありがとうございますいやーなになにこんなハラスメントもあるんやなすごい初めて知ったわあなるほどね受かった気でいる候補生配信え結構痛くないそれ大丈夫結構痛いんですけどいや受かった気でいるっていうのは、ね、ちょっとやばいっすね研究生カッコ仮マジ私カッコ仮ですか いやおかしいなみんなみんなおかしいなたまにいるんたまにおるんほんまにたまにおるあのね実はびっくりすること言うんですけど実は受かったんですよね10期生実は受かったんですよはい自分で書いてる人いるのそうなんだ知らなかった 夢じゃない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 ほんまないよなちゃんと受かったよなちゃんと受けたんよな審査いつもう結構映えなんよな11月後半ぐらいに終わったんよなおめでとうちょっと遅ないおめでとう言うのちょっと遅ないちょっと遅いなあ,ありがとうございますありがとうございますありがとうございます <laughs> 皆さんありがとうございますいやー知ってると思ったんけど知らんかったかあ知らんかったみんな あ知らんかかったんあそうななですす配信じゃないっすねもう何回も結構やってきたんですけどショールおかしいですねーすごいあ,ーありがとうございますはいもう朗報とか言っちゃってあ,ありがとうございます早く目覚めてってこっちのセリフやねんこっちのセリフなんよな 受かったら名古屋に引っ越すのえ話さなかったえ話さなかったっけもう引っ越したんですよねいつからも上向きますか俺もう送っちゃってるんですよね結構返信とか来ちゃってるんですよね衝撃的な事実ってこっちのセリフよこっちのセリフよえおかしくないコメント欄おかしくないえみんなどうしちゃったみんなどうしちゃったんですか候補生でもなんでもないですよ本当にみんなどうしちゃいました え、一人暮らしの予定って、え、ブログ見てます私のブログ見てます一人暮らししましたよっていうブログも上げたし、え、コパでお披露目しましたよっていうのも、あの、やったんですけど、え、おかしいなあれ、おかしいな大学どうするのあれ、言ったくないかな言った気がするんですけど。んどうしたのかなみんなどうしたのかな西美桜ちゃんってどう思いますかあ、あの子めっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛いし、もう、何でもできちゃうし、 私は大好きですね。はーい。料理したことあります。え、ブログ見てないですか。私ブログ書いてるんですよ。実は。実は知らなかったと思うけど、私ブログ書いてるんですよね。はーい。申し訳ないんですけど。そうそう。可愛いよね。イえーイ。ありがとうございます。 エコパで似てる子は見たよそれ私ですねそれ私ですねはいお礼配信泣いてないですよあのねなんかふわふわしてました全然ねあのおぼ覚えてないじゃない話いなに実感がなくてそうそうそう全然実感がなくてセレクションなかったですねセレクションなかったですねみんなおかしいから えちちごっちゃなりすぎよスキップできない子じゃないスキップできますスキップできますみんなおかしいからうんバイト続けるんですかってもう契約違反してるのよね全然契約違反してるここまで配信してくれると思ってなかったですまあね今はあれだからさ 今はさ。何もないじゃないですか、する、できることが、だから、ショールームやってるんですけど。そう、レッスンが始まったら、どうなるかわかんないですね。そう。それはちょっとわかんないんですけど。高校卒業頑張って、あ、あの、すごい言いにくいんですけど。 実は高校卒業しました。はい、実は高校卒業してるんですよね。申し訳ないんですけども。知らなかったかなと思うんですけど、私、あの高校卒業させていただいてます。あ、おめでとう。ありがとうございます。もう何年前の話かな。おめでとう。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。おめでとう。あ、すごい嬉しいです。はい。小学生なのに、飛び級しすぎやん。 飛びすぎやねんそれもミレちゃんでも飛ばんでそこまでうんすごいですねみんなうんみんな変ですねどうしちゃったのかななんか嫌なことでもあったうん <laughs> なんか嫌なことでもありましたキャッチフレーズは決まりました決まってないですもうね全然決まってないです本当に。 一時期ほんまに真剣に考えたんですけどあわかんないと思ってあアイスありがとうございますミオシチュエーションパクってるよパクってるよミオシチュエーションパクってるよ あバラン貼らないと10期じゃないみたいなとこあるんですかバラン貼った方がいいですか貼る予定ないんですけどバラン貼った方がいいですかよいしょおでこにバラン貼るれっておでこ出せないおでこ出せないあなんだ画伯なんか書いてっいいですよ いいですよ今はね紙もペンもあるので紙だらけですもう紙めっちゃありますとりあえずなんか貼られて何でもいい貼れたら何でもいいみたいなとかあるバランは10期のものとはとはバランはバランそうもう10期のものとかないからバランはバランです後ろのぬいぐるみ系あそうですね今日ちょっとあのぬいぐるみ移動させちゃって そう、急いでおいたから、もうこんな感じでぐっちゃーってなっちゃったんですけど、あのちっちゃい子がいっぱいいます。かわいいでしょつむじ見せてください。つむじ好きなん。つむじ好きなん。そう、増えたんです。多分見せたことないのもいっぱいある。これとか。お猿のジョージです。これはね、ユーフォーキャッチャーで二百円ぐらいで撮ります。中学の時に。 で友達と「ジョージいとか言ってた変ですね可愛いいよねジョージすっとぼけた顔してるだって人に悪いことしてすっとぼけた顔するジョージバラン巻いてるやめろやめろすぐバランにすんのやめうんすぐバランにすんのやめな可愛くないめっちゃこれもう使ってないんやけど当分可愛いよね すぐバラにすんのやめんこれもマ丸くんこれも UFO キャッチャーで撮りました何年か覚えてる400円くらいかなマ丸くん別になんか好きとかじゃないけどみんなで撮ろうって言って撮りましたかわいいよね UFO キャッチャー下手なんですけどたまに奇跡が起きちゃうんですそうたまに撮れるんですよねほんとにたまに 松丸懐かしいだって確かに懐かしいいや UFO キャッチャー好きではないんですよなんかでも友達で UFO キャッチャー好きな子がいて何でも撮れます嘘嘘やけど何でも撮れるは嘘やけどその子すごいんですあの大きいさこういうのあるやんこういうのとかもう撮っちゃう子でそうその子とかにもよく撮ってもらってた優ちゃんではないんですけどね そう私のね大好きな子ちょっと持っちゃいましたごめんなさい盛り癖がちょっとあるんでちょっと持っちゃったんですけど全部は取れないけどまあみの友達の中では一番あのあれです UFO キャッチャーがうまいそうそうそういいですよね私 UFO キャッチャーで欲しいぬいぐるみいっぱいあるからさうまくなりたいこれはシンガポールでの子ですねえー、マダガスカル的なやつですどこ出身ですかだって大阪です すぐ持っちゃうんですよ本当申し訳ないんですけどこの子は多分電気消して見せたらむっちゃ怖いと思う目がねもう見開きすぎちゃってやばいんですよねいや似てるっておかしいやろって似てへんって似てますこの子好きだって僕多分シンガポールなんですよね知ってるマダガスカルやんな多分キャラクターのやつ可愛いよね 同じ顔してるなって、あ、ありがとうございます。いや、バランスついてへんから、バランスついてへん。スクショし忘れた。忘れといていいで。うん、忘れてていいよ。取らなくていいからな。取らなくていいからな。初めまして。あ、初めまして。兄弟ですか。え、似てます。え、似てますか。おかしいやろって。ほんまにやらない。なんかみんなバランスつけてくるん,んけどなんだ、なんなん。紹介する子みんなバランスつけてくるんですけど。 やばくないですか。これバランじゃないんですよね。はい。うまくスクショできんでいいね。いつも半面やのに、うまくスクショせんでいいから。そう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 。久しぶりの登場です。昔ね、登場させたことが多分あるんですよ。よ可愛いよね。ほぼ戯れたことないんですけど、お気に入りです。あ、尻尾可愛い。半目ください。もうついに半目求めるようになってきた。 バランイベントやってないですね、これほんまのバランでおもろいねんけどガチやねんけどこれこれガチなバランなんですけどバラン好きなんですかって言われちゃった私は好きじゃないんですけどちょっと十期生がね、バラン好きな子がいるみたいでそうそうそう、同期にいるみたいで同期っていう響きいいよなめっちゃ好きなんですよねもう同期同期言いまくりたい 違う違う違う仕込んでへん仕込んでへん配信前から仕込んでへんたまたまみんなバランついてねこれなんなんたまたまバランついてたんですよなんでみんなそんなバランつけたがるんかな分かんないですもうぬいぐるみはねこんなぐらいしかいないんですけどもっけけのあのペンケースバージョンですもうすごいボロボロなんですけどもう力湧いてないもんめっちゃぺちゃんこやねんもう 可愛くない？これペン入ることができます。どうです？可 <laughs> 愛い,い。もう力湧いてないんですよこの子。ね、うんこれ自分で買ったのか誰にもらったのか覚えてないんですけど。可愛くない？ モケ,ケですモケケこれラペタコンです私の大好きなラペタコン耳にバランついてへんちょっと惜しいちょっとついてない黄色のバランとか存在せへん本当に可愛いこれめっちゃ好きなんですよ可愛いスクショーが撮れましたよかったです顔色がそういう顔やねそういう顔やねこの子 もうそういう紫なんよ何か食べたとかじゃなくて気分悪いとかじゃなくてもともとそういう顔なんよなこの子かわいい次のバランどうぞバラン紹介するやつちゃうでこれこれバラン紹介するやつちゃう似てるって似てないかわいいですよねかわいいけどこの子あの使いすぎてちょっとここがね毛玉がねできちゃって持ち運べないんです か勘弁してって顔してるやってえい嫌見をとおるの嫌なんえ嫌なん今までずっと一緒に乗ったのになあかわいいそう使い込みすぎてねここがちょっと毛玉になっちゃってるまでもかわいいっていう感じこんだけしかないですここにもかわいいありがとうございます めるへんよねやって、そんなことないです。そんなことないですよ。<laughs> ハラスメントしてるて、したことない、私ハラスメントしたことないよ。圧が強いって言われちゃった。病んだ、だって病んでない、病んでない。病んでないです。もうバリ元気です。普通に元気。 名古屋にに連れてて行かなかなったくせにバレてる,バレてるけど大好きなんですよみんなそうでも限界がある名古屋の家にはそのぬいぐるみの幅がねあんまり取れないからねそうやっぱ一人暮らしだと家がさ狭くなっちゃうじゃないですか私はハートありがとうございますそんな悲しいこと言わんといてここにおる子たちは選抜落ちなんですよね確かかにに名古屋選抜には行けけなかったけど それでも愛情は変わらないので、はい、だって選抜でも非選抜でも好きは好きでね好きは好きだからそんなん関係ないでうんそう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 あおかしいからお姉ちゃんのぬいぐるみお姉ちゃんもぬいぐるみ好きなんええー、私だけですかねぬいぐるみ好きなのは DD の言い訳みたいやって DD には限界があるよね <laughs> いやいや私は別に DD ではないんですけどもたまたまねちょっと重なっちゃっただけでりんごちゃんロスになれませんか実はねりんごちゃんをね実は持ってきてますけど下にあります下に置いてます なんか私がぬいぐるみ好きで姉ちゃんはあんまりなんですけどだからなんか誕生日の時に1万2,000円するぬいぐるみを買ってもらったんですそしたら「むっちゃもったいない」ってめっちゃ言われちゃったそう誕生日の日に1万2,000のぬいぐるみと6,000のぬいぐるみを買ったんですね友達にもらったんですねそう何が欲しいってって「ぬいぐるみ」って言ったらもらってそうそれでね そう円円との買っってもらったんですほんならもうめっちゃもったいないってもうめっちゃ言われちゃいました姉ちゃんにも言われたもったいないって言われてあ姉ちゃんじゃないお母さんにも言われたこんなんいるんって言われたけどそう嬉しかったですちょっとね高いんですけどそうなんか服とか全然興味なくてだからぬいぐるみにしたんです 1あの2000円のぬいぐるみはですねいつも私の後ろで耳も持ってくださっているあのあれですねあのー、スヌーピーのぬいぐるみがのやつが1万2000円ですバラありがとうございます2メートルくらいないと納得いかん結構大きいけど2メートルもないですね <laughs> 2メートルもないです ででも100センチは超えてるる気がすすむっちゃ大きいですそうむっちゃ大きくて多分飾ってるよりあのー、大きいんですよ直接見たほうがなんかやっぱ人間もそうじゃないですか直接見た方が可愛いい人いっぱいいるじゃんそんな感じですそんな感じよ あの子も直接見たらもっと大きいんですけど6000円のやつはねあの緑の隅っこグらしのめっちゃ大きい緑のぬいぐるみが6000円ぐらいするやつですそんなね大きくはないんですけどスヌーピーだから高いのかな多分分かんない1 0 0チってみオより大きいじゃんおかしいやんえおかしいやん公式プロフィール見て154です154 はーい、5 4ンチも違うからなその縫いぐるみ好きなんですよねもちろん12,000のやつも6,000のやつも名古屋に持っていきましたもちろんスヌーピー好きですそうオラフ好きあのスヌーピーの弟お兄ちゃんのオラフが好き1 5 4ミリえ、もうこんなんじゃないわかんないけど 何センチかわかんないけどもこんなんややばいやんそれもうちっちゃすぎる154センチですセンチ名古屋選抜は金額違うよ値段で決めてるんじゃないほんまにほんまに気に入ってるから選抜に入ってるだけで値段で決めてはないです安心してくださいそんな単純な人間ではございませんうんうんハートありがとうございます オラフはスヌーピーのパチモンじゃないですよオラフはオラフっていうオラフっていう子です知らんけど金額選抜じゃない金額選抜じゃないおかしいおかしい金額選抜じゃないでもこの子さ高いと思うじゃないですか UFO キャッチャーらしいですこの子 UFO キャッチャーらしいあめっちゃコメントでいじられてるそういうキャラなんやっていや違うんですけど本当に本当に悪いんですよ本当にここのコメントの本当に もうみんなおちょくりすぎですはーいほんとたく,たくさん握手券買うんで選抜お願いします違うんですよ違うんですよそういうのじゃないんです本当に金額でコメントコメントじゃない金額でぬ、ね、いぐるみ決めてるわけじゃないのでハートありがとうございます愛情の裏返しやってもう何でも愛情の裏返しって言えばいいみたいなとこあるよね そういうとこあるよねずっと乗ってるやつ間違いない乗っちゃうんですよーコメントが来たほんま今日何したの確かにめっちゃいきなり <laughs> 今日ねまた今度言いますあ、本当にあの本当に金額とか言わないそんなもん言わないそんなこと言わない いいよ本当に頑張らなくて本当に気にしてないので0 1ミリも全く気にしてないのでだらほらおかしいおかしいそういう人みたいになっちゃうからねだ誰もありがとうございますでおか,おかしいおかしいそういう人と思われるやろそんなん言ったかんそんなん言っちゃうかそんなん言ったかで 選抜とかないから、うん、ぬいぐるみにしかない選抜はだから気にせずはい気にせずそういう人じゃないからほんまほんまに大阪4人で一番メンタル強いの誰だってえー、誰だろうあくまありがとうございますえわ、ー、かんないリカちゃんかなやばい子に見えてきたちょっとやめてください ちょっとやめてください本当にやばい子じゃないのでやめてくださいほんまに安心してください大丈夫ですバラありがとうございますお,お金の話はやめましょうはい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 やめましょうやめましょうやめましょうみおちゃんが一番やばい嘘だろ嘘だろ清楚キャラなんですけど私あの私は私は清楚キャラであのー 料理も作れてはいオレオマフィン作れちゃいますはいアンケート取ろうよだって嫌だ絶対みんな悪い方にねやっちゃうから歯、はあ、やめろ歯、はあ、やめろうん歯、はあ、やむろ <laughs> 清楚の意味知ってる知ってます どうですすかいけますセンスキャラがいいんですけどまあ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 でも清楚キャラはまあ10期生にいるのでかぶ、まあ、っちゃうからな芸人キャラはやめうん面白いことできないから芸人キャラはやめな。 何キャラでで行くんです何キャラがいいと思いますか喋らなかったらいけそうそれな喋らんとくうんらんとくいじられキャラじゃないけどなツッコミ担当じゃないけどな芸人キャラじゃないけどゆるキャラってゆるキャラってちょっとうまいねんデでこキャラでこ出さないバランキャラ バランつけたことないのにバランキャラでいいですねゆるキャラ普通にわろたいからやめましょうバラエティー担当だって入る前まではねバラエティーやりたいとかずっと思ってた小動物アイドルキャラそんな小動物に見えますビジュアル面はちょっと難しいですねジュッキみんな可愛いよセクシーキャラ じゃないですね残念ながらなんだろうなキャラメルちょっとキャラがついとけばいいって問題じゃないからキャ何のキャラっていう話雲と戦うキャラ1回しか雲と戦ってないけど大丈夫待ってバラエティーいけそうってめっちゃ言われるんですけどやばいってやばいってグラビア弁ちょっと無理ですね ズモできるあできますできます <laughs> 全然できます水着キャラちょっと無理ですね申し訳ないキャラにわはちゃうよキャラにわちゃうよ、うん、バラありがとうございますねコメント早くて全然読めないですとりあえずバンジーやってこうやってやりたいん虫食いキャラ食べたことないけどいい食べたことないけど虫食いキャラでいい お花束ありがとうございます。ハートありがとうございます。カラシーリシュークリーム食べれます。司会進行キャラって。いやー、ちょっと仕切るのは無理そうですね。ちょっとね、仕切るの苦手なんですよ。須田甲斐キャラ。キャラとは何ですか。キャラにする必要ないよ。虫食べるキャラは無理です。タガメキャラ絶対いや。 古文キャラとは。ゴキブリ食べてほしい。シンプルな要望やん。ん滑りキャラ。スブラさんとって。スブラさんとってな。キャラ弁。いや、キャラ弁。もうそキャラじゃないよな。作れないですね。ちょっとキャラ弁作れないですね。あ、妹キャラ希望だって。行けます。妹キャラ行きます。めっちゃ上なんですけど、私。 大喜利キャラじゃあ私大喜利したことないでちなみにあのコメント欄が大喜利してるんだけど私大喜利したことないえー、なんかわかんない「ドラゴンクエストキャラ版ハート」ちょっとわかんないですね MC 得意じゃないだってやったことないからわかんないんですよどんな感じなんだろうなんかああいうのってあれなんですかね あのリハとかで決きっとやったことないかわかんないですあそうですね妹キャラはいっぱいいるので年下キャラというかねシンプルな妹枠がいっぱいいるのでセミ食べるいや食べへん食べへん虫食べへんとりあえずタガメチャレンジしようとりあえずとは嫌です嫌ですミレイちゃんの妹キャラそれも小学生になっちゃう私小学生になっちゃう 嫌です,いや,ですやっぱお姉ちゃんキャラですかね19歳なので萌はい,はいもえ萌え勢いやってできないできない同級生キャラ何なん同級生キャラって存在するそのキャラあ全然読めないコメント全然読めない え面白い方の大阪キャラってなんかほら比べてるみたいになっちゃうんやんとかの方って言っちゃったそれは無理やね中学生にも見えますいやいやいや1919 19待って待って布少ないキャラおかしいからうんそのコメントダメだからうんねえコメント早いですねバキバキビートキャラ絶対あかんでも りかちゃんに大迷惑でもう大大迷惑ですバキバキビートキャラほんと申し訳ないですね童顔キャラゆいちゃんもねめっちゃ童顔ですね小学何年生おいおいおい分かってるやろって <laughs> 19やれって小学生なんかもう何年前いやおかしいおかしいまあキャラは決めるもんじゃないですねやっぱり自然とついてくるみたいな感じで 前髪キャラあー確かに前髪はめっずっと気にしてますリカコちゃんもなかなかです前髪ひっつけちゃうタイプなんでリカコちゃんラブシチュエーションキャラも大迷惑してますそれもリカコちゃんに大迷惑してますシンプルにダンスでバリシンプルにバリシンプルやんおでこ出しキャラで出したことないで事務所 NG なしキャラ えー、私事務所 NG なしですか何でもやっちゃうタイプです猫出さないですそう,もう出さないってずっと言ってます NG なしは怖いなだってそうね NG なしは怖いけどかっこいいですねでも NG なし何でも OK キャラになっちゃってるやん半目キャラ 間違いない間違いないもういつも半面歯がかけても直さないキャラもうキャラじゃないのになそれもう事実の話なんよ半面キャラねめっちゃくるね半面キャラやっぱ半面なんでいつもはい申し訳ないことにいつも半面なんでキャラキャラってなんや半面キャラ最高やば 乗っちゃってるよ。半目キャラ乗っちゃってるよ。ブログも使用キャラはちょっと無理ですね。あんま好きじゃないんですよ、自分のブログ。モバメの自撮りも半目に。嫌です。したことない。モバメの自撮りで半目したことない。写真撮ってて半目になったことない。5年寝てないキャラ。あ、いいですね。私5年寝てないみたいな顔してるんで、いつも。特に外カメラ。5年寝てないキャラ。 じゃおおかしいおかししいいアメリカ行って歯を折って帰ってくるキャラでもキャラじゃないよなそれそれはキャラじゃないあの私半目好きじゃないんですよはい本当は目開けときたいんであのよかったら目開けてる時に写真撮ってください目開けてる時に写真撮ってくださいねはい子供が遅くまで配信 あ,あの実はですね大人なんですよはい、あ、実は大人なんですよねもう子供を卒業しちゃいましたキャラ付けのために歯を折る違うんよこれキャラじゃないよあのやっちゃったんよなアメリカでやっちゃったんよな留学2日目でやっちゃったんよな写真撮っても半面になる えなんかもう相性悪いんちゃんそれもあれよスクショするタイミングと私が目つぶるタイミングが一緒ってことやんもうやばいでそれどうしようあ歯医者は言ったんですちなみに歯医者は言ったんですけど治せないよって言われちゃいました体張らなきゃなんて大変ですね張ってるつもりないですね張る予定も全然ないっす運転免許持ってないです あの行ったことない教習所そうなんかもし10期が落ちちゃったら行こうかなって思ってたんですけど受かることができたので行ったことないんですよでもみんな周り持ってるからさ免許結構ちょっとね困ってますなんかね申し訳なくなっちゃうあの友達に載せたこと載せてもらったばっかりだと申し訳なくなっちゃうからさ「無免許かキャラ」 違う違う違う運転してない運転してない免許持ってないから運転してないそれで運転してたらそれはもう免許キャラやけどシンプルに犯罪なんよシンプルに犯罪キャラなんよなうんまずいやろって乗ったことない私運転したことないです多分事故りますマリオカートしかできないマリオカートならできますよ私ね私運転心配でできないあの 普通になんか事故りそうで怖いバイク飛ばしてそうまんじやんまんじまんじまんじ大型バイク似合いそうだって言われたことないわいや私怖いんですよあのやった乗ったことないん運転したことないから怖い運転荒そうだってなんか間違えちゃいそうなんかいろいろルールあるやんルール交通ルールあるやん全然知らんからさ怖い 無料カートならなできるのにな。あ、証明写真盛れなくて死ぬやつな。うん、あのあれあるじゃないですか？あのパスポートの写真、私5年帰れないんですけど。あれです。パスポートの写真、ほんまにあの人生で今まで撮ってきた写真の中で一番やばいです顔を。高校の公式プロフィールとあの比較できないぐらい。顔面やばいし。 今まででででで撮った照明写真の中でダントツであの中あやばいですマジで見せれないんですけどあの友達と大爆笑しましまた初めてあのシンガポール修学旅行でシンガポール行くためにパスポート取ったんですよほんで友達に「パスポートの写真一緒に見よう」って言ってそ,その子も「写り悪い」って言うから「せーの」って言って帰っちゃったらもう爆笑それで4日笑ってたあの写真で。 入国できないレベルほんまに入国引っかかるようレベルなんですやばいんですほんまにしかも5年帰れないっていうのがほんまにやばいですもう雨でも送れないほんまに送れないほんまにやばいあれなんか今までは外カメラは5年寝てない顔だったんですけどあれはマジなんかもう今までどこおったみたいな顔してます土の中埋もらえてたやろみたいな顔してますガチやばいですあ持ってないです持ってないですほんまに4日笑ってましたあれで。 そそうそう、パスポートの写真でよく笑ってたやばいんですよもう帰れないんですよあと2年ぐらいある3年23年ぐらいあるんですけどほんまになんかもう土から出てきましたかみたいな感じの顔してて多分誰もわかんないんですあの顔もはや人でない説え、ほんまになんですよ人じゃないみたいな顔してますマジほんまに変えたいなんであの写真にしたんやろってしかもなんか あの照明写真と違ってちょっと白黒っぽくなるじゃないですかパスポートの写真だから余計やばくてマジほんまにやばいですダンゴムシ以下ほんまにゴミマジでやばいあのい一番見せれない写真はそれですどの写真よりもやばいモバメメで待ってますだってあのね多分免許証じゃないわ何何だったっけこれ 照明写真や照明写真のやつを普通にあのやってくれるんですけどあの照明写真ままだ白黒いからまだ耐えてるんですでもこれを黒にされちゃったんですモノクロみたいにされちゃってで死にました死にましたはい大きいコンサートで晒されることを期待だ卒業する時に晒します卒業する時にあのあの パスポートの写真を晒したいと思います本当にヤバいんでほんまに私ほんまにやばいんですよ写真写りも悪いのにプラス本当に顔面もやばくてそういうの本当になるから卒業の時だったら全然いいんですだって卒業するんだもん。卒業しないでいや全然まだしないです全然まだしない もう全然考えてないです。一ミリも卒業のそうすらも考えてないけど。でも怖いですね。何してるんだろう。自分ってなる何年後とか。本当に怖い。判明ではないです。さすがに。証明写真で判明するのはさすがにプロすぎるやろ。卒業するときに。晒したいと思います。はい。あ、全然もう今卒業なんか考えてないんで。はい。安心してください。 ししないでで、ね、ってしそうですか私大丈夫ですまだまだ歌って踊りたい全然できてない悲しいスカイダイビングは公開はどっちが嫌だってスカイダイビングやりたいんですよね心配ですだって大丈夫ですまだ何もやりきってないので本当に本当に何もして何もしてない 1> 1回くらいい握手したい私も握手したい1回ぐらいはなくなっちゃったら嫌ですねこのまま握手してみたいな卒業すんの全然しないです全然考えてないです1ミリも本当に安心してください全然卒業しないんでアイドル何年保証わかんないですねやっぱ人生何が起こるかわからないのではーい握手会行きたいだって えーそれな一回ぐらいや,やりたいよな1回ぐらい一度握手したかったなこれからやってこれからこれからこれから一回じゃ足りないスキピやんスキピ19期くらいで娘さんがなってえー、子供ができたら何したいかな何させたいかな子供ができたらえー、でもアイドルもいいけどえな、ー、んだろうでもスポーツはなんか ちょっとはできてほしい平均ぐらいはできてほしいスポーツは別めっちゃめっちゃできてとは思わんけど待ってまた雲いるでとか言わんといてちょっと今怖かった小持ちだったのちうちう,違うもしもってわかりますもしもの話です <laughs> もしもはいなんやろねでも運動はちょっとさせたいですねあと公園でいっぱい遊んでほしいあと自由にしてほしい勉強とか縛りたくないもう自由にやってほしいです 勉強はねまあまあまあ高校ぐらいまで趣味どこ行っても楽しいか大学は大事だけどめっちゃいてもおかしくないいやいない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 ,い,ない道徳心は持っててほしいあそうですね道徳はたくさん勉強させたいと思います公園で遊んできますえあ子供ですか私の子供ですかそう自由に 育ってほしいけど、多分自由すぎたらやばい子になっちゃうから。そこがね、難しいですね。心のノートだけは、たくさんさせたいと思います。はい。お受験はどうする高校からでいいですね、受験は。えー、でもなんだろう、何してほしいかな。 うんまあ、運動神経はまあまあまあ,まあ,まあぐらいかなそれ以外は特に何でもいいです公園でたくさん遊ぶのと目標は入り場に行くあ富士山は登らしときます一回多分メンタルちょっと強くなります富士山伸ばし何の話ですかもしも子供がいたらの話え心のノート知らないですかなんか道徳学,ぶ学べるんです マジ船さんだけは一回登らしてまず一回ざ高山病にならせないとね歯は絶対折らせないです歯だけは守ります歯大事です歯,歯大事だなっていうことに気づいたので歯だけは折らせないもうこけそうになったらもう歯だけはもう抑えるも歯だけはもうこうよもうこけそうになったらもうこうよこうこうこう歯だけは絶対折らせないです あ心ノートは大阪にしかないんだ知らんかった親子で SKE っていうチャンスだって大丈夫かなあちょっと待ってください変なとこ押しちゃった窒息するだって窒息するもう歯だけは絶対おらせんからもうここう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 大丈夫っつってかわいいかわいい <laughs> 美さんは富士山登れんやろ登りましたよ私昔に3年ほど前死にかけた日でも子供には富士山登らせたいけど私は登りたくないから、まあ、そこはどうしようかな富士山キャラではないですはい子供の歯は抜けるって私歯抜きに歯医者行ったことはあります 虫歯はないけど一回も登ってらっしゃいはひどすぎるえー、私登りたくないからな登っておいでーとか言って下で待ってますね下であ五5合目まで車で一緒に行って五合目から頑張ってねっつって応援してるよっつってまあ嘘ですけどみきちゃんに連れてってもらうあいいですねみきちゃんとなら頑張れそううんうん展望山みたいなノリまあそんな感じで まあ言ってる頑張ってねっつって登らせます歯磨き20分くらいそうです私歯磨き20分くらいするんですよ昔からでもなんかどうなんですかねいいかわからんけど一回も虫歯にだけはなったことない美樹 <laughs> ちゃんいいお母さんになりそうだえみんないいお母さんになりそう ちゃんとかもうみんないいお母さんになりそうかこちゃんだけ心配かな唯一心配するなら <laughs> あ早川ちゃんが山登り行きたいって言ってたよな今も虫歯ないですええー、標高何メートルなら登れますだってえ分かんないんですけど基準が富士山で何メートルなんやろ めでははくしゃみ出そう喫茶マウンテンだったっけなんか忘れてきたんか山登りたいって書いてたからどうなのかないや私だけですね虫歯がなかったのずっとそうだから怖い急になっても治療できない怖いから怖いから治療できない 子供に算数教えられる教ええらられれるないもう全部忘れました算数なんかあるやんあの何な,なんかもうそっち系できないなんとかなんとか式とかあるやんそっち系全部できないですもう本当に全部忘れました数学あ算数えー、あのあれあれちょっと危うい式なんだったっけ 算数式みたいなあるやん何割り算とか危ういあの掛け算やそうそうそう掛け算とか危うい方程式も全部覚えてないもうすぐ忘れちゃいますもう全部忘れたあのこ,こういう掛け算の式を忘れちゃいましたなんかなんかあるやん二個にしてさ掛けるって書いて線引いてやるみたいな全然覚えてないわなんかさその線数学の線引くのとかにわざわざさ あの物差し使ってる人いましたよねすごい女の子だなと思って見てたそんなんもやりたいんですけどもう私は面倒くさい人間なのでもうガッタガタに書いてましたあサインコサインタンジェントみたいな一個も覚えてないですいこういうやつですよね三角のわかんないけど不倫へ変換って聞いたことない習ったことない気がするおぎの式って何ですか連列手式ももかんなないい頭に一個も出てこない 形すすら出てこないです全然覚えてないもうほんまに覚えてない何も覚えてない公文式って何かし君が買ったリンゴの数が分からないそれなそれなリンゴの数ぐらい覚えとけよなねサインコサインとかもう記憶から私も消えてるあっこ,こういうのもあったやん なんとかの法則みたいなもう全然覚えてない。いや掛け算さすがに言えるけどあの指揮ができないだけで言うことはできます。全然覚えてないよ。わかんないです。あフレーミングそうなんかパリピンドポーズじゃないですねこういうのあるんですよこういうのこういうの全然わかんなくて友達がよく教えてくれましたこういうやつ。 全然覚えてないです。三角形の面積言えますか、何それ。分かんないです。あ、これ理科なんですね。あ、そうそうそう、これは理科です。この。このなんとかの法則みたいな。全然分かんない。ウ、え、ェーイみたいなやつ。もこうやって使うんですかね。わかんないけど。あー、懐かしい。道のり、速度、時間。あ、ハジみたいなやつありましたよね。こうやって書いて、天道虫みたいな形のやつ。 もう覚えてない覚えてない全然覚えてないパリピフンフレーミングかっこよくないラッパーなんですねああのアイ,アイドルですね本当実はアイドルですまあ確かに使わんよね使わん使わんほんともう全然覚えてないんです勉強は勉強やらなくてもまあなんとかなる マジでこれはマジ勉強やらなくても何とかなります知らんけどまあ、できた方がいいことはいっぱいあるけどまあまあまあ全死ぬわけじゃないしフレミングは片手やでこうですかわかんない知らんけどそうそうそうまあまあまあ今日あの今日あの映画見たんです あ待って1リットルは何グラムですか?」っていう質問された分かんない1000円ぐらいじゃないですかあのね今日ねあれ見たんですよきっとうまくいくっていう映画を見たんですねすごい良かった見た映画思い覚えてますよ本当にね見てほしいなんかこんな人生送りたかったなって思う感じ え、いいですよね。なんかめっちゃ評価高いらしい。うまくいったって。うまくいきました。はい。うまくいきました。最近もう映画しか見てなくて。主演わかんないです。あの、外国人の映画です。インドなんかわかんない。オーストラリアなんかわかんないけど、そこら辺の映画です。超面白いです。あ,ありがとうございます。あらすじあらすじはね、えっとね、あらすじは、 まあなんかうまくいくかなっていう感じもわかんないけど <laughs> とりあえずまあいい映画ですはい暇だったら見てくださいあそうそう歌とかあります歌とダンスも途中で挟まったりするタイプのやつでそうそうそうなんかねうまくいっちゃいますとりあえず面白いです最近映画映画すごい見ますじゃあ明日見るだってやること早いすごい あのあらすじとか苦手ななんんですけどなんかね映画のねメニューメニューじゃない映画の評価をするのにコメントを書けるんですねそのコメントを書こうと思ってそれであアマゾンプライムになりますでそれであの映画のレビューを書こうと思ってその自分の記録を残そうと思ってなんていう忘れないように。であの 待って思いい出せないあの映画何だったったけあのめっちゃ有名な映画何やったっけやばいやばいやばい今の話全部忘れるあの何だったっけ浜辺美波さんのあの映画有名なやつなだっ,っあ本名じゃないですなんか自分の記録用で書けるやつがあってそれで書いてるんですあ思い出した「君の水い臓を食べたいの」のレビューを書こうと思って。 そういういのってネタバレダメじゃないですかネタバレダメなんですけどそ,うそれは分かってるんですけど本当にあの頭が回らなくてそこのレビューに間違えてね間違えてでも交通事故で死んじゃうのは死んじゃうのは悲しいって書,書こうとしたんですほんだらお姉ちゃんに「ちょっと待って」って言って「それネタバレあかんから」ってなって爆笑です爆笑。 ほんとんに書かなかったけどギリギリバリア危なかった最後の最後のオチを言っちゃうところだったほんと危ない本当危ない,本当危ないネタバレすぎてやばい一番のネタバレハートありがとうございますネタバレキャラだってほんとにダメなんですよあのー、そういうのを書いちゃうんですねだから気をつけないと あゃ交通事故じゃない通り間通り間通りまであのー、亡くなっちゃってそう通りまで亡くなっちゃったのは悲しいって聞こうとしてほんだろうわらわらってなっちゃったいましたなっちゃったいましたなりました本当にね頭がねまに回らないしかもどんどん頭使わなくなってきてるから脳みそが衰えてきてます ままだ見てません本当にごめんなさいみんなみんな知ってるかと思って <laughs> ボロ泣きしただってあのねなんかあれで初めて見たんです映画で「君のーいを食べたい」映画で初めて見ました本当ごめんなさいねあの見てない方本当にすいません <laughs> すごく反省しております「<laughs> アバター」見てない 青いやつですよね顔ネタバレキャラもう今後はネタバレしないように気をつけますはい昨日もね映画見たけど忘れちゃったんだったかマスクできるのできないですできないけど何号だろう6かなこれ 六号六号です。なんであるんっていうのはね、今日使ったんですよこれ。だからゴールはないです。ボール回してないです。<laughs> でなんかね、付き指キャラだって付き指したことないんですよ。三年間マスキやってて付き指したことない。くるくるってやってよ。だってどうですか？くるくる。 号号です6号結構大きいですね久しぶりに見たら実はバランスボール潰れちゃう潰れちゃういやそれはボールの方が大きいですよ6号ってなかなかですインチキはやばいバレてるえバレてるそう中中学の時だけ本当にちょっとだけバスケして,してました 三年間。メディシンボールって何、ドリブルしてみて、家壊れちゃいます、すみません。家壊れちゃいますね、ドリブルした。本当はね、したいんですけど。家壊れちゃいます。これもあります。ビーチバレー。誰がカーバスケットボールやね、リカピがいそう。 ヘディングお願いします結構痛いからなバスケットボールもヘディングした結構頭痛いあらえリカピーもバスケやってたっけみきちゃんじゃないみきちゃん家壊すキャラ絶対嫌 <laughs> 家壊そうえやめてくださいお金ないんでやめてくださいダンクできそう 嘘やろ1 5 4センチです私ジャンプ力ないですちなみにできそうですかなんかえリカピーもバスケやってたん衝撃初初めて知ったリカピーはボール役やめシンプルにディスリやからなあちょっと待ってください美樹ちゃんもバスケしてたって言って あ、リカピはレイアップできんって言ってたもう基本中の基本やんもうドリブルの次に使うやつやんハートありがとうございますああバスケで骨折しててしたって言ってたリカかピそういえばなんかめっちゃする人は怪我めっちゃしますよね私しない人でした ハートありがとうございますフリースローの時は中1の時は届かなかったんですけどそうもう何ヶ月かしたら届くようになってました本当にもう腕力が全然なくてその時本当に今も多分やばいかも逆にミ紀ちゃんの女女女場ジョ ってな。そう、腕力がないんですよ。でも、やっぱ。どんどん。腕力もついてくるので。そう。大丈夫でした。腕力。腕力です。腕力が。腕力。そう、腕力。 腕立て何回できるえ22ですまだ欲しすぎてわかんな、ね、いあっクマありがとうございますそう伝わればいいよそうそうそう伝わればいい腕力よりさ腕力の方が言いやすくない漢字ドリル送りたいやらないよ送られてきてもやらないよ え、腕立てはできないけど、腹筋とかならできます。五十回は。背筋も五十回はできます。まあ、最近ね、毎日やってるんです。五十回やります。ワン立て <laughs>。ワン立て、二回できます。ワン立て。すごい、なんかが星になるんでしょうね。急に星がめっちゃ増えたわ。あ、青海さん漢字ドリル,ルやってるだって。じゃあ、私もやるわ。 あ、二十二時になりました。ありがとうございます。終わろうかなと思います。そう、今から終わります。ランキング読めば読んだらいていて計算はできるかなできますよ。お釣り数えれるので。 えーなんかノリで「えっ!」って言うのやめてやいつも言わんやんいつも言わんやろ画質無駄に綺麗だね確かにすっごい無駄に綺麗なんですよそうそうそうまあ無駄でいいことはないん悪いことはないからよきよきよき今から終わりますはい今から終わりますぬいぐるみこの子でいいかお礼できなきゃ 待待て待て、今来たのにっていう嘘はつくなうん、覚えてるからなはいまあまあまあ一回ランキング読むのではい待て待て待て今来て,の来てないのに今来たのにはな違うからなランキング読みますそれもあれやで初見詐欺と一緒ぐらいやからそれほんまに。 じゃあ読みますはい1回ランキング読むので、ねはい、13位クッキーさんありがとうございます12位たかゆきさんありがとうございます11まちゃんさんありがとうございます10位リッチさんありがとうございます9位リバータウンさんありがとうございます8位コーさんありがとうございます7位にゃんさんありがとうございます6位やんかずさんありがとうございます5位こんちゃんさんありがとうございます4位 夢に向かってさん、ありがとうございます。三位。にゅうたんと韓国おじさんさん、ありがとうございます。に。たっしーさん、ありがとうございます。一位は。よしさんでーす。ありがとうございましたー。はい。ありがとうございました。ギリ間に合っただって、今から終わります。今から終わります。ありがとうございます。バラン配信お疲れ様でした。一回もバラン出してないけどな。一回もバラン出してない。 可愛いでしょマダ、ま、ガスカル次は30分後何のイベントよ一人イベントやっちゃってるやんスクショタイム頼むよダブルピースのさ写真,写真集作れそうなぐらいダブルピースしかしない撮れました イベントやってないんでね私あの全然30分後に始めちゃったりしないしはいチーズかしゃ待って待って待って半目きたじゃない喜ぶな喜ぶな待ってやばい4連続半目はやばいなんかもう分からんよなもうここまで来たらもうここまで来たら分からんわ 明日5時しないよ。えちいちち1時15分に勝手にストベ捨て星せとって勝手に星せんとってうんやめてね半目ださいっておかしい、うん、目開けさせてカシャ取れました半目ポーズってなんなん 存在するそれもあん目ポーズ存在するああ勝手にイベント参加させとってなうん勝手にイベント頑張るなとか言わんとってなえ何の位置目指してるんですか皆さんえ何の位置目指してるんですかちょっと私わかんないんですけど何のイベントで出てるんですかねちょっとわかんないですね明日の配信に備えて今から寝ますあ んおかしいな朝からやるとか言ってないけどなな何もイベントないからな今うん SKE では何もイベントないから星満タンにせ0 0 0でいいようんありがとううんありがとうありがとう1万ポイントさっき言ったよどこ見てるんどこ見てるんそれどこ見てるん私んとこ出てないけど あ本当にあのスケジュールとかないんではい気をつけてください皆さん気をつけてください私出てないんでイベントはい何人かの方がちょっと言ってるんですけど出てないので気にせずはいあちょっとすいません「三週のやり方覚えたよ」とか「捨て星って何?」あのー、ですねイベントには参加しておりませんはい もう一度言います。イベントには参加しておりません。オッケーですか？わかりました？わかりました。全然あの本当に投げたいときに投げてくださればいいのでホスとかもんがま無理せずに、はい、本当に無理せずにお願いします。カウントワークとかないんでね、はい気軽に配信するので気軽に見てきてください。はいお願いします。終わりますね。 分かんなくていいのであのイベントをやってないんで「ビス頑張りましょう」じゃない終わったんよ終わったんよまあ終わりますねはい終わりますねそれね終わるタイミング失っちゃうので一回しゃべると終わりますありがとうございましたうんそう収集